日本東京都西東京市住吉町住吉町は東京都西東京市の町名。現行行政地名は住吉町1丁目から住吉町6丁目。住居表示実施済み区域である。郵便番号は2021-0005。西東京市の中央北よりに位置する。町域は三角形に近い形をしており、北は西部池袋線を挟んで日が丘、ひばりが岡北。 北東に、堺町、南東に泉町、西は、八津町に隣接する。町名ごとの面積、人口と世帯数、及び人口密度は、以下の通りである。1月1日現在、私立小中学校に通う場合、学区は、以下の通りとなる。2015年現在、町域内に、地下工事の標準値はない。参考として、隣接する八津町の住宅地の地下は、 2015年7月1日の工事地下によれば、八丁町3の4の14の地点で24万8千円、平方メートルとなっている。明治以前には、武蔵国新作城法屋村及び下法屋村に属していた、旧法屋市地域である。なお、上法屋村総鎮守の上田神社や、法屋四賢寺と呼ばれる寺院の内宝明院、東禅寺の二つは、 東町駅に所在する。町駅にある安志戸の神社にちなむ。これは、上殿神社の上の字が、高砂神社の神、住吉、高砂の神を意味するという解釈によるものだが、本来、上殿神社の祭神は、住吉の神ではなく、国解に基づく命名である。ひばりが丘駅町域北端に、西武池袋線ひばりが丘駅がある。西武バスが、ひばりが丘駅バス停より、 数多く発着している。住吉町域の多くは、コミュニティバスである、花バスがカバーしている。AB、平成22年東京特市町村町長、別報告。東京都、2018年1月22日閲覧。AB、人口、世帯数。西東京市、2018年1月15日閲覧。AB、郵便番号、日本郵便。 2018年1月15日閲覧。市外局番の一覧。総務省。2018年1月15日閲覧。私立小中学校通学区域。西東京市。2018年1月15日閲覧。国土交通省地下工事。都道府県地下調査。片桐譲る。荒野の昔と村人たち P46。 ひばりが丘中学校の移転に伴う通学区域の見直しの検討に関する説明会の実施結果、西東京市2021年2月12日閲覧。ありがとうございます。